悪いものかと Go 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 ホワイトボディーマッハゴー負けに魂親譲り走り出したがもう後には引けぬ行くぞ勝利のゴールまでマッハゴーゴーマッハゴーゴーマッハゴーゴーゴみんな見てくれ底力運転してワイドが燃える飛ばせ正義の歩みマッハゴーゴーマッハゴーゴーマッハゴーゴーゴアレンゴは生きている。有名なレース関係の役員が2人、謎のグレーのスポーツカーに襲われて命を落とした。現場には必ず X3 と記した紙切れが残されていた。僕は6号警部に頼まれてこの事件に協力することになった。グレーの殺人スポーツカーが姿を現した。殺人スポーツカーのドライバーはロボットであった。誰かがリモコンで操作していたのだ。ロボットに仕掛けられたテープの声、マレンゴという言葉が操作のただ一つの手がかりとなった。15年前、デビル峠トライアルレースが行われた時、自ら設計製作した車マレンゴで出場した山中技師は謎の事故で命を落としたという。そして再びデビル峠トライアルレースが行われる日、思いがけないことが起こった。15年前のマレンゴが出場したのだ。ドライバーは美しい少女。何かある。不吉な予感が走った。レースは開始された。少女は山中技師の遺児、ユリだった。マレンゴはリモコンで操作されていたのだ。さすがゴーやるな。スリーローズの連中だな。よし。ゴー、お前の命はしばらく預けておくぞ。ただいまトップグループは第3チェックポイントを通過、デビル峠へ向かっております。トップは依然としてゼッケン6番ポルシェ、12番フェラリー、続いてスリーローズ。おじさん、少しは落ち着きなさいよ。ゴールインまでにまだ3時間はありますよ。そうだよ。これが落ち着いていられるかい。ゴーは何をバヤバヤしてるんだ一体。もう、うん、お父ちゃんいい加減に下ろしてよ。マッハゴーはスタートしちゃったんだよ。クリボー、今からじゃマッハ号のトランクに忍び込むこともできないわけだ。うん、忘れておったわい。どうもくたびれると思った。しかしミッチーはどこ行っちまったんだろう。確かマッハ号のそばにいたんだけど。はい、やられた。え？
すごいスピードだ。あのままではユリが死んでしまう。リモコン操作でなければ最高性能のレースカーなんだが、どうもいつもより調子がおかしいぞ。そうか、さあ出てくるんだクリオ。あクリボーじゃなくてワイニク様。ミッチー、なんだって君は。気にしない気にしない。苦しかった。クリボー今頃悔しがってんだろうな。怒るぜミッチー。そんな暇ないわ、早くマレンゴ。あ、そうだ、ゴー。よーしみんな、これで一丁いつもの手でやるか。オーケー。じゃあトップだ。マッハ号であろうとこのマレンゴには勝てまい。連合は生きている。パパを殺すと命令した奴らのうち二人はすでに地獄だ。今度は直接パパを殺したスリーローズ、お前たちの番だ。ユリ、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 しっかりしろ。15年前のパパの仇を討つ時が来たのだ。場所も同じデビル峠、マレンゴは生きている。ユリ、やるんだ。今のマッハ号も我々スリーローズにはかなわないと見やろう。だがデビル峠は最大の難所だ。油断はできんぞ。お、雲行きが怪しくなってきやがったぞ。ああ、吹雪になるぞ。さあみんな、一刻も早くデビル峠を越えるんだ。あのヘリコプターは確か一度見たことがある。そうだ、殺人スポーツカーを追っていた時だ。じゃあ、あのヘリがゴー。うん。こちら、ゴーとミッチ、6号警部に至急連絡願います。ゼッケン3番マレンゴ号はヘリコプターからリモコンで操作されています。ドライバーは山中由里、殺人スポーツカーと関係があると思われます。現在地点はデビル峠の北方約250キロ。ドライバーも危険です。応援を願います。ゴー！デビル峠だ。スリーローズよく見ていろ。あ、エッチさんだ。マレンゴ、幽霊だぞ。ありゃ、ユリ、しっかりしろ。今こそパパの無念を晴らすんだ。気がついたか。ああ、助けてくれ。ああ、ああ。
と2台だな。ゴー、急いで。よし。残るは2台、それ。許してくれ。俺は頼まれてやっただけだ。助けてくれ。やめて兄さん、人殺しはもう嫌。兄さん、しまった、遅かったか。ゴー。あと1台だ。ん？邪魔しやがったな。あら、おっ、あっ、待って、死んでしまうわ。よし、脱出だ。さあ、ミッチ。助かった。安心するのはまだ早いぞ。俺の計画を邪魔する奴は地獄に行ってもらうんだ。バカな真似はよせ。もう警察が来る頃だ。こいつ余計なことをしやがった。二人仲良く死んでもらうぞ。お。やめて、兄さん。今だ。だ。うわ。らしいな。よし。どこ行くの、兄さん。兄さん、待って。待って。兄さん、兄さん。兄さん。こうなったらドライバーなしでもいい。パパの敵を討つんだ。私の体温で。まあ、兄のために。
ごめんなさい。大社長だ。ゴー、しっかりして。ゴー、ゴー、ゴー。山中義士の息子がまさか殺人スポーツカーの犯人とは思わなかった。さすがゴー君、素晴らしい感じ。いや、わしの仕込みがいいですからな。いや、まったく。ハハハハハ。28おじさんの勘はあまり当てになりませんね。いやいや、そのな。アクション。こら、また密航したな。バレたか、許してね。ゴー、大丈夫？すみません、みんな兄が悪いんです。泣いたってしょうがないでしょ。あなたの兄さんは殺人犯人なのよ。みんなに迷惑をかけてるのよ。見て、マッハ号だって動きゃしないじゃない。すみません。一体どうする気なの。ミッチ、よせよ。ユリさんを責めちゃかわいそうだよ。悪いのは兄さんの方じゃない。でもミッチ、よく考えてごらん。ユリさんは死ぬ思いでマレンゴに乗せられたんだ。兄さんが悪いと謝っているじゃないか。だってもう手遅れだわ。お願いです、一人だけでも兄の手から救ってやってください。お願いします。ミッチ、君にはこの優しいユリさんの気持ちがわからないのか。ユリさん、元気を出すんだ。もう一人の命は必ず救ってやる。ありがとうございます、ゴーさん。お願いします。よし、マッハ号を急いで掘り出すんだ。やりましょう、一刻を争うわ。私も手伝います。あと一人だ、行け、マレンゴ。マレンゴはすぐだ。よし。お、マハゴめ、クソ、生きていたのか、ゴー。マレンゴ。追いついたぞ。ミッチ、しばらくの間運転を代わってくれ。どうする、キッゴ。ドライバーなしの車じゃ格好がつかないぞ。誘導装置を壊せばおとなしくなるはずだ。あ、この車のケーキは飾り物だ。ペダルもない。ハンドルも飾りだ。お、気の毒だが、マレンゴの誘導装置はその辺をいじってもないぞ。大バカ者だぜ、貴様は。貴様を俺の忠実なドライバーにしてやる。突っ走れ、マレンゴ。それゆっくり楽しんでから地獄に送ってやるぞ。くそ。走れ、マレンゴ。生かすも殺すも思い通りだ。落ち着け、落ち着くんだ。リモコンならこのマレンゴのどこかに誘導装置が隠してあるはずだ。それを壊せば一体どこにあるんだ。そうか、よし。クソ、味なことやるな。そうはさせんぞ。あ、スリーローズと一緒にゴーも地獄行きだ。手間が省けて助かるぞ。
やったな。ああ、助けてくれ。ああ、マレンゴが、パパのマレンゴが燃える、燃えてしまう。パパのマレンゴが、マレンゴ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 、ああ、兄さん、兄さん、兄さん、ごめんね。ゴーの姿が見当たりません。そうか、やっぱり。ゴー君をこんな目に遭わせたのはこの私の責任だ。殺人スポーツカー事件を頼んだばっかりに申し訳ない。憎いマレンゴめ、ゴーまで道連れにするとは。無事でよかったな。夢のようだ。もうダメかと思ったわ。オーバーだぜ、ミッチ。あ？兄さんは本望でしょう。マレンゴと一緒にパパの元へ行ったんですもの。ユリさん、さっきはごめんなさい。ひどいこと言って。ゴーと私がついてるわ。これからはお友達よ。元気を出して。ありがとう。私、兄の分までも人々のために尽くします。いつまでも清い心で。どうさま。このお花。どうもありがとう。どうぞ。どうもありがとう。あ、大丈夫かい？大丈夫よ。Thank you.